はいどうも、ルーでございます。セブンナイツやっていきたいと思います。リミテッドアリーナ始まりまして、ちょっとね、チャレンジしていくチャレンジャー、まあまさにチャレンジャーの気持ちでやっていきたいなって思ってるんですけど、これって今どっかに出てんだっけ？禁止キャラって。ちょっと俺情報不足で、なんかペットにも制限があったりするみたいで、これか。最初の禁止キャラは？あれ？書いてないな。書いてないね。まあその中で、自分でちょっと編成してみたのが、このパーティーです。あれちょっと待って、このリュフ覚醒、神話覚醒してないよ、危な。どうしよっかな。ロージーのはいいかな。祈りを捧げます。中途半端なパーティーにするよりロージー入れてがっつり固くした方がいいか。ルリー外してロージーで、ケイルで4から5回攻撃のダメージ上昇して、クリ率反撃率 60% 上昇で、敵に、軽減効果 40% 減少させ、ブロックと回復率を 45% 減少させるというところでございます。はい、ダイヤ初運用いきたいと思います。ちょっとね、これあれもしかしたら1日に出す動画、アリーナの動画増えるかもしれないです。はい、ちょっといろいろ試したいんで、その時はね、もしよかったら一緒に考えていただけると嬉しいです。行ってみよう。勝利でまだ余裕でしょう。高級の平和を享受。だから無理だって。手伝ってくれませんか。では行きますよ。よく敏捷を取れたな。光を降り注げ。なんでだろう。俺リュフ入れてるの。装備の民衆さん大丈夫なのかな。マヒ入るっしょ。はいねー。やばどうしようもないですね。しょうがないな。出てきてください。消えろ。どうしようもないですね。しょうがないな。出てきてください。ジェラード禁止がね、今結構面白いなっていうことですよね。まだ始まったばかりですよ。なんか俺の老人何もしないで死んじゃったんだけど、これでいいんですかね。目を覚ませ。そしてルールが道を教えて。ヨフのおかげで進むべき場所へ。消滅誰もしなかったです。新たなる世界へ。でダイヤのおかげでシールドが貼られてて、まだそれを維持できてますね、ヨフが。よく見ときなさいよ、深淵の力よ。亀裂を作って飲み込め。これで勝てるか。だから無理だって。なんか俺これ勝てる気しないんだけど。ヒットポイント減少効果みたいなのは持ってないはずだから、リュフは硬いんだよね。まだあれも活用効果も残ってるから。
こまでなのね。よく見ときなさいよ、深淵の力よ。亀裂を作って飲み込め。はずじゃ。意外と両方強いはずなんですよ、こういう戦いには。あれ、ちょっと待って、だって物理攻撃向こういる、いる、もしかして。あとするともう、なんだろう、ヒットポイントの残りで勝つしかないね。出発準備よし。大したことないじゃん、じゃらいで。フルサイ免除きついな。言っただろ、隠れ無駄だ。ネガバフなんて与えてないよね。任せたぞ。くそ。勝敗、初日、初回から負けてしまった。クリスとか入れた方がいいのかな。クリス復活と、復活というか暴走、新暴走があるからね。平成持ってないことがいい、ジェラードがいないから。地獄の怨念よ、月光の刃に、とどうしようもないですね。出撃も1位になっちゃうからきついよな。楽しまないと、すぐに迎えに来るから。絶望がね。避けられる。まあ、俺はとにかく力が使いたいだけなんですけどね。確かにミリアとか役に立ちそうですね。進むべき場所へ、次元を超え、新たなる世界へ。おります。出発準備よし。ロフジ死んだ。大したことないじゃん。ガイアも死んだ。次元跳躍。ミリアの発狂強いな。亀裂を作って飲み込め。発狂きついな。無理だって。そしてこっち平成持ってない。終わりか。出発準備よし。大したことないじゃん、じゃらいで。次元跳躍。ここまでなのね。だから無理だって。これで一応お見せしましょう。力不足でした。マジか、アーベル死んじゃったか。深淵を貫いた。ぜはははは。隙あり食らえ。よく見ときなさいよ、深淵の力よ。亀裂を。四分は耐えられないよな。そんなはずじゃ。勝てねー。第一陣。けどパーティーミスですな。やっぱりまあ両方で守ってる時点で後ろ守る必要ないっていうところですかね。ルディ、まだルディのが攻撃的でいいのかなっていう。ミディアのがいいのかもしれないですね。出発準備よし。大したことないじゃん、ちょろいで。次元跳躍。だから無理だって。まあ延長免疫はないので、深淵の力よ、亀裂を作って飲み込め。
このタイミングではないはずなんだね。補充解除。行きますよ。あーきついな。やっぱアベル強いな。玉の攻撃当たんないね。玉ダメかな。玉はいいの、いいのは安定の時にね、補充目解除できるっていうのが強みなんだけどね。まあでも今両方とも活力効果残ってるか。ただまたスルトがおる。無理っしょこれ。無理ゲーだよ。とりあえず消滅無視でいけるけど、もうだいぶエネルギー消費させたんだね。反撃しとこい。しない。無理か、勝てないか。だから無理だって。道を教えて。進むべき場所へ。次元を超え。新たなる世界。それはまあいいか。だから無理だって。上のスキル使うとちょっとまずいね。下がれ。しゃ、すべてをぶち壊す。あ、ダメだ。ダメだ、ダメだ、全然ダメだ。みんなこのパーティー真似しちゃいけないぜ。だから無理だって。だから無理だって。赤き太陽のもとへ鮮血を燃やす。まあでもアンテはみんな入れてると思うんで、なのでリョフのポジバフ解除は結構役に立つと思うんだよね。設備まだ始まったばかりですよ。もっともっと楽しく。ドゥルルー。助けてみんな。ここまでなのね。前衛のやつにしかシールドつかないのか。では行きますよ。地獄の怨念よ。思ったよりロージーが役に立たない。準備よし。大したことないじゃん。じゃらいぜ。次元跳躍。すまんな、そこら辺は免疫で免疫を張らせてもらってるんだよ。必ず相手にアンテがいるっていうことで。はずじゃ。言っただろ。隠れて無駄だ。手伝ってくれませんか。では。今度は勝った。さすがに、さすがに勝てるよねこれ。次元跳躍。だから無理だって。姿を現し、すべて食らい尽くせ。さすがに勝てるよねこれ。
く見ときなさいよ。深淵の力よ、亀裂を作って飲み込め。作戦は失敗か。よかった、大勢ありがとうございます。このパーティーでも勝てるんや。ちゃんとダイヤがスキル打ってくれれば完全な勝利で高級の完全な勝利で高級の兵を強じ。ダイヤのスキルかなり重要だな。だから無理だって。ルディワントップ守ってみせます。私の意志で。あ、そっちじゃないんだけどね、打ってほしいのは。でもこれを誘発させたのはでかいか。地獄の怨念よ、月光の刃に、と栄光の降臨のもとに結構ターン固定ダメージ免疫みたいなの持ってるやつ多いからな。赤き太陽の下で鮮血を燃やす。 OK、 これで吐いた。道を教えて。あれ、ルディだけついてるか。光栄だけか。4人だから。手伝ってくれませんか。では行きますよ。わあ、プリンが、プリンがやっぱレベル40だからきつい。亀裂を作って飲み込め。俺の企画は天下を覆う。頼みます。無駄だ。手伝ってくれませんか。では行きますよ。大体アンテ呂布だね。大体アンテ呂布だわ。これ死んだ。生きてる。死んだ。一生4敗。このパーティーはダメということで。まあ、こういう形でね、リミテッドアリーナ中は、動画の本数増やしていきたいなと思いますんで、ぜひお楽しみにしてください。みんなでね、どんなパーティーが、いけるのか試してみましょう。お疲れ様です。